最初、自己紹介お願いします。はい、私の名前は、ナンガ・シュブラナと申します。はい。何と呼べばいいですか？あ、ナンガ。ナンガさんですね。はい。はい。ナンガさん、今、おいくつですか？あ、今、今年は21歳です。21歳ですね。いつ日本に来たんですか？2020年日本に来ましたね。あ、はい。はい、わかりました。そして、今までどこの日本語学校を通いましたか？ MDI の日本語学校。MDI ですね。はい。あ、はい。最寄り駅どこですか？三河島駅です。三河島駅ですね。はい。の人と同じですね。二人一緒に住んでいますか？あ、はい、あ、一緒に住んでいる。じゃあ、彼は20歳。ダンガーさんは21歳ですね。あ、はい。一緒に、一緒に働きたいですね。場所、同じ場所で働きたいですね。そうですね。休みの日は何にしますか？休み日は、金曜日、土曜日、日曜日。何をしますか？ヤマトで働いています。ヤマトで働いていますね。仕分け仕事をしていますね。あ、仕分けです。うん、そうですね。で、日本語の能力試験、何級合格しましたか？あ、12月は受けないから、今はないです。能力試験まだ合格してないですか？日本語能力試験まだ合格してないですか？ GFT です。あ、GFT ですね。GFT なら何級ですか？ GFT2、まあ合格したんですね。あ、合格。じゃあ大丈夫ですね。まあビザは日本語の資格と、専門級必要なので、それ2つ合格すれば問題ないですね。チクさんの専門級も合格しましたね。はい、合格しました。はい。ダンガーさんの趣味は何ですか？趣味は、インドネシアで自分の会社を作りたいです。会社を作りたいですね。あ、はい。この人も社長になりたいって言ってたんですけど、うん、同じ会社で立ち上げますか？別々ですか？別々です。別々。どんな会社開きたいですか？作りたいですか？スーパーとか。ソファー、椅子のソファーとか。あ、そうです。はい。なんでその会社作りたいですか？今までなんかお父さんとか家族、そういう仕事をやった人いますか？ないです。ないですね。まあ、今度、畜産なんですけど、今まで、まあ、動物を飼うことがありますか？あります。何を飼いましたか？犬と猫。犬と猫ですね。はい。はい。牛とか豚、鶏肉とか、鶏とか飼ったことありますか？あ、すいません。何ですか？牛とか鶏を飼ったことありますか？飼ったあります。うん、牛はどのぐらいの大きさの牛飼いましたか？何キロぐらいの牛ですか？500キロ。ごめんなさいね。ちょっと一秒だけちょっと待って待ってですか？すぐ戻ります。あ、はい。ごめんなさい。OK。はいはい。じゃあ続きますね。そうですね。
今はどんな、あの、大和以外はどこか働いていますか？川口です。川口の大和ですね。あ、それ。それ以外、他の仕事をやっていますか？やってない。大和だけやる。はい。まだ結婚してないんですね。まだです。彼女いますか？いないです。いないですね。じゃあこれからですね。はい。わかりました。お父さん、お母さん、兄弟何人いますか？5人います。5人。誰と誰ですか？姉と妹です。姉と妹ですね。2人ともインドネシアの方にいますか？姉は日本に住んでいます。日本に住んでいますね。日本のどこに住んでいますか？名古屋で住んでいます。名古屋ですね。はい。お姉さんは結婚されていますか？まだです。まだ結婚しない。はい、お姉さんの近くに行けた、あの近くの方行きたくないですか？住みたくないですか？行くないです。別々姉は今年帰る。あ、帰国するんですね。はい、はい、ランガーさんは日本にあと何年住みたいですか？あと10年あと10年ぐらい、10年ぐらいです、うん。10年全部お金貯めて、それで日本、あのインドネシア帰ったら会社作りますね。あ、そうです。わかりました。ありがとうございます。そうですね、まあ日本語もかなり上手なので問題ないと思いますね。次は あの企業と面接してもらいたいと思いますので、あ、よろしくお願いします。じゃあ今日お疲れ様でした。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい。